次に浜浜浜田田田田正正義公明党の田正義でございます田中大臣就任以降、被災地を数多く回っていただいていると聞いていますが、そこで感じられることも含めて、本日、答弁いただければと思っております。まず、11月7日に復興創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針、骨子案が公表されました。 これにおきまして、復興創設期間後の復興を支える仕組みとして、法律の改正により措置すべき事項のうち、速やかに対応すべきものについては、所要の法案を次期通常国会に提出と、こうございます。私は被災地の方々が2021年度以降も安心して復興に取り組んでいただくためにも、 この法案法律を早期にです、ね、成立させていくと、重要と思っておりますが、具体的に復興庁から次期通常国会で提出を想定している法案にどういうものがあるのか、原点でお答えいただきたいと思います田中復興大臣。お答えをいたしてまいりたいと思います。まあ、大臣就入後14回 被災地に出向きまして、各県庁だとか、45の市町村に足を運んでまいりました意見交換だとか、現の視察を行って、一日も早く復興を成し遂げることが、本当に重要だなこのように改めて強く感じたところでございます。基本方針の骨子案では、速やかに対応すべきものについて、所要の法案を次期通常国会に提出することをお示しをさせていただきました。 復興庁としては、復興庁設置法、また東日本大震災復興特別区区域法、福島復興再生特別措置法の一部改正について、次期国会に提出をさせていただければ、このように考えております浜田正義君。今大臣の答弁で いわゆる復興庁設置法、復興特区法、そして福島特措法の改正を念頭においていると、こう答弁がありましたが、この復興特措法の改正を念頭に、今ほどの基本方針骨子案には、こういう表現がございます。移住の促進や交流関係人口の拡大等の新たな活力を呼び込む施策の強化とあるわけでございますが、これを具体的にどのように取り組んでいくのか。 特に現在、復興庁では、福島浜通りの国際教育研究拠点に関する有識者会議、これが開かれておりまして、近日中に報告書もまとまると、中間報告でございますが、と聞いております。その成果をどう生かしていくのか、大臣から答弁、お願いしたいと思います。田中福大臣福島のの復興再生のためには今後も期間 環境整備に全力で取り組むことが必要だと考えております。一方で、基本方針、骨子案のとおり、住民の帰還移行だとか、地元の要望を踏まえると、移住の促進や交流、関係人口の拡大等の新たな活力を呼び込む施策にも力を入れていく必要があると存じます。このたため福島特措法を改正させていただいていいだ このような施策を法律に位置づけるなど、施策をしっかりと実施するために必要な制度整備を行うことを検討をさせていただいているところでございます。また、国際教育研究拠点は有識者会議において、定住人口の拡大、特に次世代を担う若い世代の定着、移住等に資する拠点とする必要があると整理されておりまして。 これを踏まえて具体化に向けて取り組んでまいりたいと、このように思っておるところでございます。浜田正義君今ほど、この国際教育研究拠点に関しまして、定住人口の拡大、特に若い方の人口の拡大、これを重点的にと話もございました。この点につきましては、地元の期待はとても大きいです。そういう意味では思い切って、近づらいものをまとめていただいて。 実行おお願いいしたいと思っております次に、この基本方針講師案には、同じく福島特措の改正を念頭に、こういう表現もございます。地元の担い手に加えて、外部からの参入も念頭においた、農地の利用の集積や、6次化施設の整備の促進による営農再開の加速化、こういう表現がございます。具体的にこれをどのように取り組んでいくのか。 私はスマート農業や六次産業化、農業観光等を推進するために、農地転用の弾力化、さらには農業機械の無人走行などの規制緩和も思い切って取り組むべくと考えますが、横山復興副大臣の答弁をお願いしたいと思います横山復興副大臣。お答えいたします。 原子力災害被災12市町村において営農再開の加速化を図るためには、地元の担い手に加えて外部からの参入も含めた農地の利用集積や、農産品の高付加価値化を促進する環境整備が必須でございます。でこのため、福島復興再生特別措置法を改正し、農地の利用集積を促進する特例制度を創設し、 地域において県が主体となって一体的な、一体的に権利設定できる仕組みを導入するとともに、6次産業化施設の整備に向けた農地専用等の特例制度を措置することを検討しております。また、議員ご指摘の農業機械の無人走行については、農林水産省において技術的課題を克服するための研究開発に取り組んでいるものと承知をしております。福島特措法の改正についてはこうした 研究開発や社会実装を推進するため、自動運転などの実証実験に必要な法手続きを円滑に進める仕組みについても検討しております。今後とも現場のニーズを的確に把握し、福島県の農業の復旧、復興に向けて取りり組んでまいりまいす浜田正義くん。あの浜通り地域は、農業とともに水産業、漁業、これも大きな産業でございます。 特に横山副大臣は水産が専門と聞しておりますので、えー、この漁業を現在の試験操業の段階から、いかに本格操業に向けていくのか、これが今後、大きく問われてまいります。具体的にどういう支援をしていくのか、お答えいただきたいと思います横山復興副大臣。お答えいたします。 私も副大臣就任以降、福島県の県漁連、あるいは相馬双葉漁業協同組合を訪問し、現地で漁業者、また漁協の役員の皆様方との意見交換を重ねてきたところでもございます。その都度現場での貴重なご意見を伺ってまいりました。こうした中で改めて、福島県漁業の復興に全力で取り組むということを決意をしているところでございます。 ご指摘の試験操業につきましては、平成24年6月に産業省対象に開始をされました。関係者の努力により、順次、対象魚種が拡大をされ,されてきたところであり、現在は出荷制限対象の2魚種を除くすべての魚種で試験操業が行われております。一方で、試験操業による水揚げ量は、 震災前の15%にとどまっております。本格的な創業再開が望まれているわけでありますが、それに向けて、漁獲量の増大、販路の回復・開拓、国内外に根強く残る風評被害への対策等に現在取り組んでおります。例えば、東京、埼玉、宮城の大型量販店10店舗において、福島県水産物を、 福島は鮮魚便とししてて常設で販売もしておりますでまたそこには専門の販売スタッフが安全と安心とおいしさを PR する取り組みも行っているところでもございますし、まあ、それを復興庁としても支援をしているところでもございます。今後とも福島の漁業の本格的な操業再開に向けて、水産庁と連携し、しっかりと支援してまいりたい、こう考えております。田正義君あの農業 漁業の復興また再開はむしろこれからでございますのでぜひ全力で取り組んでいただきたいと思います福島の復興は県内だけの問題ではありませんま自主避難者の方を含め県外の多くのま避難された方がおられますまその方々が10年経ってその支援が終わるのではないかという危惧も持っておられましたまず 県外避難者への2021年度以降の支援のあり方の基本的な考え方についてお聞きしたいと思います。私自身は、やはり子どもたちへの支援、これはやはり強く進めていくべきだと思っております。どうしても心の問題とかそういう問題は、子どもたちの問題は後で出てくるということもございますので、そのためにも、県外避難者というね、 避難しているかどうかという問題、県外定住者という方もおられますんで、もうそういう状況で判断するんではなくて、3.11を経験した子どもたちという、県外、被災者という観点から、長期的、安定的に取り組んでいくべきと考えますが、副大臣からの答弁をお願いしたいと思います横山復興副大臣。お答えいたします。 復興創生期間後も家族や住居を失う等により心のケア等の支援が必要な子どもへの対応は重要な課題であると認識をしております。復興創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針の骨子案においても、被災した子どもに対する支援については、復興創生期間後も引き続き支援に取り組むねをお示しをしております。引き続き被災した子どもたちへの支援等のニーズ等を踏まえつつ、 被災自治体や文部科学省、厚生労働省との関係者と連携して適切に取り組んでまいります浜田正義君。ぜひ、子どもたちの支援を含め、県外被災者への支援をです、ね、2021年度以降もしっかりやっていくとお願いしたいと思います。続きまましてイノベーションコースト構想関係でございますが 福島復興再生協議会、いわゆる福島特措に規定されました法定協議会のもとに、イノベーション・コースト構想推進分科会というのが置かれておりまして、その第3回会合が11月25日に開かれまして、えー、これの産業の青写真というものが発表されました。その中には、この対象地域の15市町村を、あらゆるチャレンジが可能な地域としていくという方針が示されておりますが、 今回、特措法、福島特措法の中で、計画制度を見直すということもございますが、どのようにこのあらゆるチャレンジが可能な地域とするために制度を見直していくんでしょうか、えー、答弁お願いします小山統括官。お答えいたします、えー。浜通り地域等におきましては、持続可能な産業発展の実現に向けて、拠点にとどまらず、 地域全体を研究・実証フィールドとして積極的に活用し、次々とイノベーションを生み出すことが重要だと考えております。今ご指摘のありました、えー、一昨日開催されました福島イノベーションコースト構想推進分科会で、取りまとめに向けて、産業発展の青写真の取りまとめに向けた議論が行われました。この産業発展の青写真におきましても、地域における実証促進等に資する規制緩和等の制度的な検討、 などに取り組むことによりあらゆるチャレンジが可能な地域を目指すということをされておりますえ福島イノベーション構想,構想につきましては福島特措法に基づく重点推進計画に盛り込まれておりますそのためこうした取り組みにつきましても福島県と連携し制度見直し後の新たな計画にしっかりと位置づけ地元のご要望を踏まえつつ地域の産業主席の加速化につなげてまいりたいと考えております 浜田雅義君。まあ、イノベーションコースト構想、そして農業、まあ、水産業。漁業と、こういうものが、これからの。次の復興創生期間後の、大きな柱になると思ってます。合わせて、県外被災者の方々の支援というのを、力強く取り組んでいただきたいと思います。次に、復興財源の関係の質問に移りたいと思います。えー、これについては、東日本大震災からの復興のための。 施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置を、いわゆる財源確保法と法律がございます。これにおいて、えー、日本たばこ、日本郵政の株式売却等、繰り入れを予定していた財源の実施状況はどうなっているんでしょうか。またさらに、今後、2021年度以降の事業規模の整理に応じて、財源の不足分がある場合の確保のあり方をどのように考えているのか。 財務省からおお答答ええいいいたただきたいと思まますす田市警局次長お答え申し上げます株式の売却収入の状況でございますけれども、あの日本郵政株式、2回売ってまいりましたけれども、合計で約2.8兆円、それから日本タバコにつきましては、約1兆円でございます、でそのほか、公民宿舎等の売却などございまして、約0.3兆円。 ご指摘のこの今後の対応というのは、あのまずはですね、必要な復興事業費につきまして、復興庁の方で調整して整理をしていただくとで、その後私どもといたしまして、被災地の安心につながるように対応していきたいと、このように考えているところでございます。でその際、す、え、で、ー、に復興財源確保上、復興財源に充てるということが決められているものにつきましては、引き続きしっかり確保してまいります。以上でございます。 浜田正義君あの財源確保上、あの財源に充てるとして、えー、規定されていながら、また十分な財源が区切られているものもありますので、これについてはしっかり対応していただいて、2021年度以降の復興に使えるように、しっかり対応いただきたいと思います。そして現行の財源確保は、2020年度までの復興施策のための法律である一方、 復興創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針、骨子案において、復興特別会計の継続が明記されました。合わせて来年夏には、2021年度概算要求も行うこととなっております。よって、その財源の前提となる財源確保法の改正も、被災地の皆様に安心してもらうために、 これも次期通常国会で行うべきと考えますが、お考えをお聞きしたいと思います角田死警局次長。お答え申し上げます。 あの復興財源確保法上、復興政策というのが平成32年度の割れと定まっているので、いずれにしてもここは変えていかなきゃいけないということは確かでございまして、あの財源を置くとしてもです、ね、そういう作業が必要になっていくると思うんですが、実際にそのこれからあの復興庁様にそのどういう事業規模でやるかということをある程度整理していただいて、その上でどういう手当を、その財源確保に関してですね、どういう手当が必要となるかと。 いうことを決めていかなければいけないという手続きがございますので、現時点でそのお尋ねの法案の提出席につきましては、差し控えさせていただきたいと思っております浜田正義君。復興庁でも従来から、今年の年内にあの予算規模のイメージをね、示していくというのは言っていたわけでございます、そういうイメージは固まってくると思います、そういう整理に応じて、ぜひ財務省と共同作業をしていただいて、まあ、確かに、 次期通常国会でやるのか、それとも次の次に、日ぎれ法案でやるのかといろうなオプションはあるんですが、やはり地元の方からすると、復興特会は継続が決まった、財布はあるんだけど、中が空っぽだとしょうがないんですよ、中がやっぱり詰まってるということが重要でございますので、それについてもしっかりと復興庁と連携して、検討をお願いしたいと思います。併せてこの現行の財源確保法の不足、13条1項、2号に、 えー、エネルギー特会、特別会計で保有する株式のについて規定があります、その株式の時価等の評価額の総額はいくらなんでしょうか、また私はこれについては、今後も2021年度も活用を検討しすべきと考えておりますので、現職政策を進めてきた社会的責任を果たすとともに、 今後は特にイノベーションコスト構想の実現など、産業集積の施策のウエイトが高まってくると思いますので、今後の財源確保の改正においても、引き続き、このエネルギー特会で保有する株式,の財株式の復興財源の活用に向けて、この株式の処分の可能性の検討を法律の中で明記すべきと考えますが、経産省からの答弁をお願いしたいと思います。 南資源燃料部長あのお答え申し上げますあのまず第一点でございますが、エネルギー対策特別会計で保有する株式の時価及び出資割合を生じた、純資産の総額ですが、これは平成29年度末時点で約6500億円、えー、となりますあの。エネルギー対策特別会計で保有する株式の売却にあたっては、 政府の資源外交、石油・天然ガス開発会社の資金調達への影響、また我が国の権益とエネルギー政策の観点を踏まえつつ、売却の可能性について検討しまして、その上で、保有する必要がないと認められる株式は売却する考えとなっております。またあの、復興財源確保に関して必要となる措置につきましては、あの先ほど財務省からもご,ご答弁がありましたが、必要に応じ、 今後財務省とお相談してまいりたいと思っております浜田正義君。あのエネルギー政策の観点からの検討も重要でございますが、やはり3.11東日の大震災は原発事故からまあ起きているわけでございますので、その社会的責任もしっかり受け止めていただいて、財源確保に経産省も中心的な役割を果たしていただきたいと思います。えー、次に、えー 復興特会というのは、特別会計は、まああの,種々の財源をこうやって入れてくるわけですけれども、未来永劫に続く特別会計ではなくて、一定でやっぱり終わってしまう特別会計だと思っております。一方、双葉町に建設されます東日本大震災現職再開アーカイブ拠点施設、これはあの、はいわゆるいろんな現職災害の教訓を長期にわたり研究し、 発信していくための期間なんですが、これの運営経費については、長期安定的に実施していくために、エネルギー特別会計でやってほしいと、こういう意向を福島県から聞いたことはございます。この点につきまして、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。田中大大臣東日本大震災災原子力災害伝承についいてでございますけれど まあ未曾有の複合災害の記録と教訓を国や世代を超えて継承、発信をするという目的を持つ施設でありまして、令和2年夏の開始を目指して現在、福島県が施設整備を進めておるところであります。その運運営営経費ににについてては福島県から関係府省庁に対して運営等に必要な予算を 十分かつ継続的に安定的に確保するようご要望をいただいているということで承知をしております。議員からの今ご指摘の点だとかこのようなご要望を踏まえて引き続き関係省庁と適切に調整を進めてまいりたいと思っております。浜田正氏君。ぜひこの。 原子力災害の教訓を長期にわたって安定的に発信していくために、そういう財源構成を検討していただきたいと思います。次に、台風19号関係の質問に移りたいと思います。ちょっと残念な報告を聞きました。まあ、被災3県では、心ここのケア事業ってやってるんですね。心の,のケアセンターを設けて。 でここで、まあ、今時、台風19号は、福島や宮城、岩手も結構災害が多かったで、その方がこの心のケア事業をやっているケアセンターに行ったところ、あなたは東日本大震災の被災者じゃないというので、その支援が受けられなかったということを聞いたんですよね。まあ、特に福島県というのは原則二重被災全県被災災ですからしからしも いわゆる沿岸地域の宮城、岩手も、実際、ね、今回、被害を受けたら多いんですよね。じゃそういう意味では、たとえまあ特別、復興特別会計事業においても、おやっている事業だとしても、21歳だわけですから、こういう方はあの、特別会計ででも受け入れを認めるべきではないのかと思っております。そのが1点点がとまた今後まあこれから 一部予備費だったり、今後の補正予算で、台風19号関係の被災者のここのケア事業を実施するんであれば、岩手、宮城を含め、ただ新しいその人を集めるのはもう大変なわけですが、いわゆる復興特化でやっている同じ事業者に二重にお願いするというのが一番人が集めやすいわけですね、こういう弾力的な運用をぜひお願いしたいと思いますが、厚生労働政務官からの答弁をお願いしたいと思います。 小島厚生労働大臣政務官お答え申し上げます現在、東日本大震災後に増大しております、心のケアに関するニーズに対応するため、復興特別会計によりまして、被災3県の心のケアセンターが設置されているところでありまして、台風被害者を含め、東日本大震災の被,害被災者が、 このセンターで震災関連の相談を中心に支援を受けていることはすることができるとなっておりますご指摘のとおり我々様々な背景を有する相談者に寄り添った支援が行われることが重要でありまして被災産経に対し今般の台風による被災者についてもここのケアセンターが心のケアセンターが精神 保健福祉センターとしっかり連携をいたしまして、対応する,対応するようためて周知をするころでございます。去る11月の19日20日にですね、周知をいたしております。浜田先生ご指摘の台風被災者への心のケ,ケアにつきましては、被災者の生活となりわいの再建に向けた対策パッケージに基づきまして、被災地、心のケア事業によりまして、 被災自体の精神保健福祉センター等による被災者のコロナケアの支援をしているところでございます。参考で申し上げますけれども、今般の台風被害被災地のうち、福島県、千葉県および長野県において,ましても、被災地コロナケア事業を実施する予定でございます。この事業につきましては、東日本大震災のコロナケアセンターの受託事業者が、 この事業を委託することも可能でありまして、被災債権からの事業実施に必要な相談等に置いてまいりたいと考えております。浜田正氏君、ぜひあの困っている人を優先して会計が違う違わないという問題ではなくてお願いしたいと思います。えー、次に成り行きの再建の関係で、えー、台風十九号で。 二重被災を受けた方が多ございます、まあ、その観点もありまして、11月8日の予算委員会でも質問させていただきましたが、グループ補助金が適用になります、宮城、岩手、すみません、宮城、福島で、合わせてそのうちの5億円までの範囲については、従来の4分の3ではなくて、4分の4になるということもしていただきましたし、いわゆる持続化補助金も3分の2ではなくて、3分の3になると。 それ以外にも、自治体連携型補助金というのがやってる、も含めて適用になると、こう聞いております。その募集状況はどうなっているんでしょうか、特にこの定額補助になった分については、要件が4つぐらいありまして、なかなか分かりにくいというので、11月8日の予算委員会では、梶山経産大臣に対して、事前確認ができるように、丁寧にやってほしいということも要請させていただきました。 これについての周知体制はどうなっているんでしょうか、経産省から答弁をお願いしたいと思います渡辺経営支援部長お答えいたします。グループ補助金および持続化補助金につきましては、県等と連携をしつつ、速やかな公募開始に向けて、準備を進めているところでございます。 また、自治体連携型補助金につきましても、まず自治体側で対象となる補助金の制度設計を行うことが必要でございますが、被災3件と制度設計、利用にかかる相談を鋭意行っているところでございます。引き続き、被災事業者の皆様に速やかに支援が行き届くよう、両補助金とも公募に向けた準備を加速してまいります。 また、グループ補助金および持続化補助金における定額補助につきましては、これまでにない例外的な対応として、震災から復興途上にありながら、特に甚大な被害を受けた事業者が、実質的に負担のない形で、成り終わり再建に取り組めるよう、一定の要件の下で定額補助を行う特別な支援制度の枠組みとして措置されたものでございます。 経済産業省といたしましては、グループ補助金および遺族化補助金の定額補助制度を含め、生活・なりわい支援パッケージの詳細な内容を、被災事業者の皆様にしっかりと届け、早期にお使いいただくことが重要であるとの考えから、引き続き自治体や中小企業団体と協力し、被災圏内の各地域に出向いて説明会を開催し、 丁寧な情報提供を行っていくとともに、被災事業者の個々のニーズを丁寧にお伺いし、必要な支援策を提示する寄り添い方で支援を行ってまいりたいと考えております浜田正義君。ぜひ丁寧かつ早期にやっていただいて、二重ローンにならないための契約補助でございますので、うまく行き渡るようにお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。 次に梅村。